サンライフ湯本の箱崎です。私どもの老健施設ではスタッフは約120名、医療、看護、介護並びにリハビリテーションを地域の利用者様に提供しております。私どもの効率的な業務運営にファイルメーカーが必要不可欠なものになっております。介護老人保健施設ということで、非常に多くのアセスメントといいますか、利用者に対する情報を取り扱ってはいるんですが、ファイルメーカープロを使うことによりまして、利用者様の基本的な情報であったり、要介護の認定の情報であったり、ケアプランの情報であったり、刑事薬の薬剤に対する処方の情報ですね、そういったものなどをですね、多職種で共有していますので、必要な時にアクセスして最新の情報を見ることができると。ファイルメーカーは使い勝手がまずいいということと、作り込むのに時間がかからないというのが素晴らしい点かなと思っています。現場の業務の中で入力も簡単になりましたし、データベースのソフトとしては究極のものではないかなというふうに思っております。実際自分で本当に使えるとは思わなかったんですけど、操作一つ覚えれば、簡単に画面に出てきたり、だから私ができてるんだよって、だから覚えられるよっていうことで、同じ年代の職員にもそう言ってます。労働時間に関しましても、他の施設に比べるとかなり軽減していると思います。面倒なですね、介護報酬改定というものがあるんですが、それも短期間でこのファイルメーカープロですと対応することが可能です。リハビリに関してはですね、例えば写真とか動画をその場で現場で撮りまして、そのままファイルメーカープロの方に記録するような取り組みもしています。最終的には在宅復帰にもつながっているんじゃないかなと思っております。面会に来てた家族の方がいたので、今こういうリハビリやってますよっていうので見せたら、家族の方もこんなに歩けるんだって言って驚いて、結構喜ばれたりします。我々は利用者様方に一日でも長く、一日でも早く在宅に帰ってもらって、家族様と過ごしてもらう時間を長く取っていただくのが私たちの夢だと思っております。希望だと思っております。在宅でのケアサービスやそれらにかかる費用が一目で分かるものです。今まではですね、カレンダーを用いて在宅のサービスを書いたり、費用を手計算で計算していたんですが、ご家族の方にご説明を差し上げながら、その場で変更、追加、そういったものができるということと、金額の方も合わせて自動で変化しますので、ご家族の方にも分かりやすく、なおかつ私たちの作業の効率も非常に軽減していると。やっぱり不安ですよね。でもやっぱりああいうのですぐ見れて、だいたい計算してすぐ出て、で大丈夫ですよなんて言われて、ちょっと安心しましたけどね。ご家族の方にご説明差し上げて、在宅復帰率も上がれば、職員のモチベーションも上がる。モチベーションが上がると施設全体が楽しくなる。利用者さんもそれで喜ぶというような施設を作っていきたいなと思ってます。職員の意見をきちんと取り入れまして、より使いやすいシステムを作っていきたいと思います。東日本大震災で大変な思いしたので、もう職員一同みんな連携はできてます。大丈夫です。頑張ります。一緒に頑張ろう。そうですね、よろしくお願いします。みっちゃんも。はい、頑張ります。